よろしくお願いします。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、相手の方の作戦が分かりません。中飛車左穴熊みたいな感じってこと、これ、そういう感じなのかな。中飛車左穴熊みたいな感じだとすると、どうするんでしょうね。俺初めてかもしれん。まあでも玉はとりあえず囲えっていう話はあるんで、まあ囲いますか。銀が出てきましたね。どうするんだそれ。なんかね、これ行き過ぎるとなんか袖飛車にしてきてめんどくさい感じもするし、玉囲うんすかみたいな話も聞いてみたいんで、あんまりなんか囲いすぎない方がいいような気もする。だけど基本的には穴熊に行きたい。まあまあ寄ってみたいな感じで行ってみます。寄って出てきて、ここ来たらめんどくさいから歩つくよね。で歩ついて銀上がってみたいな。まあなんか左穴熊っぽい感じはするな。となると、どうなんだこれ。まあ居飛車の分類っていうふうに考えた時に、どうすんの問題はありますよね。いやなんか相手はこれ銀をなんかグリグリ真ん中で攻めに使ってる感がすごいあるんですよ。で俺の銀がどうやって使おうかなみたいな、そこの構想ですよね。やっぱ格闘が弱くなるんから、なんか早繰り銀とか行きたいんですけど、なんかどうなんかなと思って、こう歩つくやん、歩つかれるやん。まあ角交換同型に、まあ歩戻しとけばいいか。歩つくやん、銀上がってくるやん。歩ついて銀上がってきて、銀上がってきて、いややっぱこれ間に合ってないから、これ左美濃にするか。あ違う、ちょっと待って、どういうこと、囲わないってこと、左穴熊来るんじゃないかみたいな、なんかそういう気憂があったんですけど、じゃあ俺美濃熊行きますか、左側で角上がって、で次はここ出られるとめんどくさいんで、まあ歩ついてって感じですね。ああこれ袖飛車ですね、なるほどね。まあでも金上がるか銀上がるかしといて大丈夫かな。なんか雁木の構えがいいのかな。雁木ですねこれね。なんか中飛車とか言ったけど、これ雁木にしとった方がいいですね多分ね。でこうやっといて、まあしっかり囲っとこう。でまあ角木みたいな感じかな。歩ついて銀上がっていくみたいな感じなんですかね。桂の活用が先なのかわからん。まあこっちついとくか。角をね、なんかこの辺に据えたいっすね。まあまあ銀上がっといて、まあ端もついといて、まあここの端もついといて、これ夫婦に銀のパターンか、夫婦に銀か、夫婦に銀で来るのか。銀はでも夫って分かりにがえるもんね。だから夫に飛車回ってくるんかなみたいな感じなんですよ。これどうなんだろうね。まあまあいっか、これ右側で桂跳ね使っていく。まあまあ銀上がっといて、そうですよね、ぶつけてきますよね。袖飛車、袖飛車ね。
これさばき合い、ここここ行く、歩ついて取って取られて、ん、歩ついて取られて取ってって感じかな。例えばこれ歩ついて避けるとこれ5出れるから、まあさばくんかな、なんか角、まあこうかな、まあ銀が出てくるんですかみたいな話はあるんだけど、まあこれはこうかな、まあこうやっといて、で角は飛び出したいんだけど、まあ今すぐ飛び入れて大丈夫なのか、本当か、角が飛び入れてここに銀打たれると角が一応部分的に死んでるんだよね。だからまあ金上がって飛車真ん中なら歩打ってみたいな感じか、だから金上がってなんかこうやってなんかこうみたいな感じなのかな、かなんか銀打って、銀の方がいいな多分な、銀かな、なんか銀がっちり受けといた方がいいかもね。これ攻め守備銀もね、銀しっかり打っといて、うん、で角飛び出した方がいいかな、こうやって、ひえー、それはなんだ、分からんけど、でも一番下まで引くんかな普通は。こう角一番下まで引いてさ、まさか叩いて同角に歩打って銀ぶち込んでくるとかないよね、同桂と、いやないよね、さすがにないとは思うんだけどこの歩は分からん、この歩が分からん、どういうことなんだろう。そうですね、やりたい手が何かあるかって言われたら、なんかやっぱこの銀が角のライン邪魔してるんで、なんか歩突きが軽そうだよね。出てきたら銀が死ぬ、こっち引いたら香が取れる、だからここ行くんだろうね。でその時にこっち突いてみたいな、あそうね、同角があるからね、今突いたらね、同角があるから、それはなんかやめてほしいから、まあ、つくんかな。で角道も今閉じとるから、まあ歩ついて銀下がらして歩ついて同歩歩みたいな、あーそういう攻め見えるから、これ桂馬ジャンプかな一回ね。それなんすか、それはその銀はなんだ、わからん、例えばこれ歩突くと、歩突いてこの同銀って前に出てくるの、歩突くと同銀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 、ん ?2 対2は死んどるよね、やっぱこれ騒がないかんよね。歩突いて歩突いてこっち、歩突いてまあ同銀なら取れるから、歩突いてこっち、歩突いて歩歩で、まあ、K ジャンプ狙ってくんかな、 K ジャンプでここ行く、あ違うなこれ、歩突いて銀下がってここつくんか、で銀どいてくれと、あそっちやな、ここっすね、でここ一発突き捨て入れてからこっちかな、これ同歩だと思うんで、でここっすね、あ取る、え取ったら、ん取ったらここだよ、まあ下がるしかなくなるんだよね、これ歩打つとどうすんの、いやなんか違うな、これ一回歩打って、ん歩打つか、まあ歩打つんかな、で角を
なんか、まあ、このラインもいいんだけど、ふーって下がるよね。まあ、ふーって下がって、ふーついて、と金はさすがに嫌でしょ。取るよね。で、同角？ここに垂らしとんか。そうね、同角あるかもね。で、引いて桂馬こっち中央跳ねていくみたいな。そういう構想もあるかもね。まあ、こっち、こっちか。今下がるよね。で、こうやって。で、角が飛び出て。で、こっち引く。その銀は分からんな。桂ジャンプ銀が出てくる、桂ジャンプ銀が取る、こっちみたいな。桂ジャンプ、ん？ここで桂ジャンプはまずいのかな、さすがにな。ん？桂ジャンプ銀が来る、角交換か、角交換。こっち取ったら取って、な、どちら取っても桂馬取れる感じが。桂ジャンプこっち、角交換同銀とこうやってこうやって十字飛車かかってるみたいな、そういう感じなのかな。桂ジャンプかな。うん、でこっち行くと。ひょえー、これ同金ならまあ飛車、まあ、なれんことはない、なれんのか一応部分的にはね。叩く？いやでも交換か、先に交換っすね。まあ同玉ですよね。これさ、角打ちがあるんだよね、一応ね。角打って馬作った時にどうすんのっていうのは聞いてみたい。角打ってどうするんすか。はあ、まあまあ銀取りで、銀取りプラスこれ桂成見てるからね。それはね、なんかね、先に桂成が入るんじゃないかな。桂成ってまあ二択でしょ。こっち行ったら王手飛車あるんだよね。だからまあ真ん中に下がるんかな。真ん中に下がった時にどうするか問題。まあまあなりますか。まあ攻め系がすごくいいところしね。でまあこれで馬取っといてって感じ。取って同飛車の時はこれ紐つけないかあんのかな。角打つかもっかい。同桂の時はまあ手番こっちなんでって感じ。20秒、1、2、3、4、5、6、まあまあ取りますか。同桂同飛車同桂なんだ。あー、そしたらなんか手番こっちやから、そうね、どうすっかな。一応成桂はここにはできたんだけど、こっち寄ってく。一応あ、五五角があるんか。20秒、1、2、3、4、5、6、7。まあでもこっち寄るか、飛車くれと。うん、合格があるんですよね。まあそれ防ぎながら銀取りするか。歩打って銀返ってくれと、銀バイバイって言っとくみたいな。ふーって角打たれて、まあ浮いといて、いや下がればいいか。3、4、5、6、7。まあ一応角打ちが先手にはなるんだけど、なんだ、
俺も角ではいいのかな10秒。俺も角ではいいのかな。角ってなんか同銀同銀みたいな角打ちかな。20秒。角ってこっち取られたらまあ同角かな。先にね456、まあ、角打つか。7あま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 あで一応同銀同角の時に成りが先手なんだよね。10秒。あでも銀一応弾く手があるんかな。銀打たれて取って取ってみたいになるからそれを楽しみに何かここに銀打ちとかの方が硬いっちゃ硬いけど3456789分からん。一回取るか。まあ王手決めるかな。まあ角取りそうか。これ瞬間軽毒銀当てられて取ってとまあ同金とかで来た時にこっちも当て返せば20秒。セーフか。1、2。いやこのなんか居飛車の戦いってそういう当て返しみたいなのがね結構あるんでね。うん、まあ京都になってるんでまあ銀打つか10秒みたいなところなんですけど先手取るなら銀打ちかな。20秒。1、2、3、4、5、6、7。いや分からん分からん分からん。まあでも5五引かれたらもう取るしかないですね。あの馬と飛車の両取りなんで。まあ、取るしかないかな。でこっちは継続主張かな。10秒。まあ取って取って次にどこにどうするか。まあそうですね例えば歩叩いてみるとか。20秒。1、2、3、4、5、6、7、はやってみたい。同金なら弱体化するし。まあまあ取りますか。まあ、振ってみたいところはあるし、あ、桂打ちあるじゃん、これ。桂打って、金取って、かなり弱体化するでしょ。いや、でも逃がしたくはないんだよな。まあ、でも桂かな、普通に。普通に桂が打つんかな、これ。20秒。なんか、シンプルはシンプルなんですけど、これでええんかなっていう疑問。10秒。まあでも取ってこれは何狙いか分からん何狙いか分からんないけど10秒。金銀の連結的には同歩なんだよな。でも同歩なら叩いて同金になんか角打ってみたいなのがあるんか。同金で角打ち1、2。まあ、なんか一個浮いてみたいな感じかな。そういう感じまあでも取らずになんかする手もあったかもしれん。なるほど。なんか先手にならんかな。なんか先手にならんかな。先手で攻める手があったら嬉しいんだけど。20秒。1、桂馬渡した時にここに桂打ちもできるからな。4、5。まあでも取りますか。分からん。なんか攻めが見えん。角ここに銀打ちたいってこと。あ違うこれか。あ両取りか。なるほどねまあ中央制圧って意味だとなんか攻め銀こっちに出ていくとか。いやー20秒。1、2、3、4、5、6、7。こうかな。金銀の連結的にはこうかな。でこの瞬間どういう小回りなの。金毒金毒かな。10秒。で感覚的には一回叩きたい。
同型ならここ叩いてなんか桂馬取るぞみたいな取るぞみたいな感じでどうかなみたいな感じでこれで一回叩くか。まあ同型っすよね。で叩いて同銀なら角打ちで両取りか。だからこっち来るんだろうな。歩打ったらこっち来て10秒っていう手が見えるので、まあ、それで角のライン止まるのか。20秒。1 2 3 4 5 6 7 8。まあ歩打つか。同銀ならまあ両取りっすね。これは角打って両取りですね。で次の交付打ちも狙ってるみたいな、そういう感じかな。10秒。まあ角打ちですか。これはで角打ってまあ入ってくんでしょうね。でここ取っといてまあ歩打ち狙いかな。10秒。まあ別に銀とか打たれても大丈夫やし、銀とか打たれてもさらっとけば大丈夫やし。20秒。まあ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 なりますか。でよ、この時に相手に手番があって、ああ銀そこに打ってくれる系なんだね。まあ当てて先手だよって言うんだったらここでもね、角ここ行かれるとなんか叩きが、いやでも大丈夫かこれ。20秒。まあまあここ入っとくんかな。2 3。先手だよっていう。でまあ叩き狙いかな。そうっすよね、そこですよね。叩いて桂馬跳ねてきて、まあ、銀ぶち込みからもういけるかもしれん。駒の損得的にはだって金銀、大体金銀得でしょ。20秒。歩桂ぶち込んでみたいな感じ。まあこっちにジャンプもありえるのかな。あーまあまあね、まあぶち込みからかな。銀銀銀歩金、もう一回歩打っといて10秒。取ったらまあでも剥がすんですよね多分ね。これ剥がすっすよね。4 5 6 7。まあ一回剥がしといて、まあ取ったで同力でも同金でももう一回叩くわな。10秒。で銀がいなくなったんで、なんか端に行った時にこう馬が王手角取りみたいな、そういうのもあるんで。20秒。1。まあまあ取りますか。で取って同金に歩打ってこっちならまあ銀とか金かな、金がいいな。金で避けたらなんか下ズバやし、まあ下もズバか。10秒。まあ下がる、まあこっちも銀打ってなんか金を取りず剥がしとくみたいな感じなのかな。まあ下も銀打ちもできますね。1 2 3。まあまあ打ちますか。これなんか変だかな、歩打ちは変だかな。でも歩打ちか、歩打ちで下がったらもう一回銀打っといてみたいな。20秒。いや違うなこれ、銀打ちかな。3金打ちかな。金打ちっぽいけどね。6 7。金打ってこれが一応角と金の両取りですっていう話で、で下が、いやでも緩いか、なんか違ったかもな。10秒。飛車もそろそろ見捨てるものなんかもしれん。いやおかしくしたかわからん。
ああ、まあでもそれはどうなんですか。角が落ちとんか。10秒。なんか寄るかもしれんな。最後に角拾って寄るみたいな感じか。なんか銀ぶち込んで、銀ぶち込んで同玉に金打っ二てみ十たいな感秒。じか。一、二、三、銀、金からか。四、五、六、いや、わからん。七。なんか金っぽい。金ぶち込んで、まあ、取ったら同銀でここに足していけるからなっていけるよっていう。そうっすよね。まあ、取りますよね。で、銀打ってみたいな。いいタイミングで角取れそうやからな。まあまあ、銀打っ十秒。て、逃げ場所はまあ3箇所なんだけど、ここはまあとりあえず竜なるわ。銀打ち。こっちもまあ竜作っといてって感じ二十か秒、な。一、二。まあ中央に逃げそうっすよね。うん。でまあ、飛車なって詰めろかな？なって、次銀なっ十て、秒。この辺かこの辺かでしょ？で、歩打ってこっち行って、まあそうですね、ここも歩打ってこっち行って竜入るみたいな。詰めろくさいね。これが詰めろくさいね。そうね、安く受けるならそんな感じだとは思うんですけど。これ馬入ると10秒。歩打ってみたいな。20秒。1、2、3、4、5、6、7、いや、8、分からん。9。捨ててもうた。で、同銀に刺すといて馬入った方がいいみたいな話はあるかなとか思ったり思わんかったり。10秒。いや、ちょっとやりすぎたかな。20秒。1、2、3、4、5。まあまあまあ、でもこう馬入るか。で、合駒なら馬が入っていける。で、避けるパターンは歩打ちで銀が動けないんですよね。で、動力ならやっぱり馬入っていけるから、まあ歩打ちかな。10秒。まあ歩打ちでしょうね。歩打ちで、じゃあその瞬間詰めろなのかいって言われたら、まあ竜入って、まあここを切って銀があるんか。まあ大二十体なん秒。か一、必死クラ二、スっぽい感じもするんだけど、四、まあまあ打っときますか。で、駒使ってくれても。おお、それはなかなか。これは馬入る手があるんすよね。竜の方がいいのかな。ここはいけんもん10秒。ね。竜入ったらとりあえず2択やもんね。竜入ったら2択だよね、これね。ここ行くの？ 20秒。1、あれも2、馬かな？なんか3、馬っぽいけどね。4、6、7、わからん。なんかこの辺は逃がしてないと思うんだよ、まだ。セーフだと思うんすよ。銀取って詰めろなのかって話か。こっち逃げられて、まあそっちはこれ銀取るけどね。で、銀取って、あなたどこ逃げるのっていう話だよね。10秒。まあ銀取って、まあ2択か。ここかここかか。ここなら、これ馬引いてアウトっ20すね。だ秒。からここなんだ1、ろうね。2、ここ行ってこ3、ういった時に、4、5、6、7。まあまあ取りますか。で、下なんですよ。あ、それは一手詰めかな。下ルートが怖かったですけどね。まあそれは一手詰めっすね。はい、ありました。はい、いかがでしたか？今回ね、雁木対中飛車矢倉みたいな、矢倉中飛車か、の戦いになりました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いそっ。